ソードアートオンラインアリシゼーションリミテッドプレミアムフィギュアアリスですね。こちらセガのプライズ品なんですよね、セガですね。はい。なんですけど、一番くじでも出てたのかな、ですけど、まだね、値段が下がらないんでさ、まだ3、4000円するのかな。で、こちらのプライズ品も、まだ1500円前後すると思うんですけど、中古屋さんでね、1000円ちょっとで見つけたので、買ってみました。やっと買えたね、っていう感じですね。ここから出すとこんな感じで、ほぼほぼ組み立てがないのかな。あとはもう、あれだね、金木犀の剣をつけて台座に乗っけるぐらいかなと思います。割と大きいね、はい、おっと結構大きさが結構あるのかな。で、組み立てるとこんな感じですね。結構大きさもありますし、あのいい意味で裏切られたのが顔ですね。顔がなんだろう、ボックスアートというか箱だと笑ってるんですけどね、実物結構キリッとした顔で、こっちの方が似てるんですよね。なんだろう、実物の実物 実際のフィギュアの方がよくできてるっていうのはごく稀なんでね、なかなかいいなと思います。ただね、まあしゃあないんですけど、髪の毛がこうもうちょっとふわっとなってるんですけど、あの箱の写真だとね、サンプル写真だとペタッとな、まあ梱包でしょうがないですよね。あとちょっと残念なのが塗装羽がマントについてるんですよね、鎧の。あと、あ、そうで、鎧の質感割といい感じに塗装されてますよね。で、金木犀の剣と微妙にね色変えてくれてて、なかなかいいっすね。で、ちょっと変態チックで嫌なんですけど、中も割とこう丁寧に作ってあって、この辺の塗装も雑、ちょっとプライズ品なんで、ね、雑いんですけど、まあこんなもんかなと。この辺はちょっとプリントですね、はい、こんな感じでプリントのズレなんかはない感じですね、はい。で、髪の毛はグラデーションなんかはないんですけど、まあ造形がいいんでね、そんなに気にはならないかなと思いますね。よいしょ、こんな感じかな。割といいと思いますよ、こちらね。で、ちょっと大きさが比べる比較用のフィギュアなんかちょっと用意してなかったんですけど、デュエマのカードと比べるとこんな感じですね、はい。何センチだって、20センチぐらいあるのかな、20数センチあると思います。こちらね、あの小説読んでた頃からずっと欲しかったんでね、いつかは立体物欲しいなと思ってたんで、よかったんですよね。で、一番くじなんかもあるけど、もう私こっちの方が好みですし、まだ一番くじも高いんでね、まあいくらぐらい、3、4000円するのかな今でも。全然1000円ぐらいで手に入れられるこちらのフィギュアおすすめだと思います。あ、鞘もあるんだね。抜かりないですね。こんな感じですね。あ、マントの中ちょっと見づらいけど、綺麗に作ってありますね。まあ、こちら、同じサイズで、キリタユージオンもね、作っていただけると、並べられるんですが、LPM さんはね、男性フィギュア出さないからね、あんまりほとんど、出してたっけっていう感じなんで、まあバンダイさんが出してくれないかな、バンダイさん出しても小さかったりするからなと思いながらも、まあこちら単体でも全然素晴らしいフィギュアだと思います。じゃあ今日は以上です。